ただ社会のこと全然知らないので、はい、何の仕事についてか分かんなかったんですよ、うんうん、学歴社会のど真ん中で、はい、いかにサラリーマンとして出世するかみたいな、はい、そんなことばっか考えてたんですけど、うん、それまで頑張ってきたことが全部無に返っちゃったんですよね、うん、仕事なくてお金ない人たちに仕事渡したら、はい、めちゃくちゃ感謝してくれるんですよ。そうですよね、はあ、こんな感謝される仕事をしたことないぞって思って、うん、なんでこんな時速回って心地高い人たちが頑張ろうとしてるのに、うん、この人たちは何もできていないんだと、うん、当時上場準備を始めて、はい、その次の1年間とかって離職率が 60% ぐらいだったの。 60% はすごいですよね、はあ、フジテレビ清水俊博のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターもライフワークデザインの著者でミライワークス代表取締役の岡本永春さん。前編では岡本さんも問題提起している45歳定年時代や未来の働き方についてお話を伺いました。後編ではどのようにして今の思考法を得たのかライフチャートを使って聞いていきます。前編の動画では45歳定年説って本当かみたいなことをね思う方、まあ、いる中でどうしてそういう気持ちを持ってなきゃいけないのか、そしてポータブルスキルを持ってるとどういういいことがあるのかといったあたりを聞いてきたんですけど、はい、後編の方ではライフチャートを使いながら岡本さん自身が、まあ、失敗も含めてどうやって今のような思考法を身につけてきたのかといったあたりを聞ければと思います。ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、岡本さんのライフチャートは何度も上下を繰り返していて、起業してからは大きくプラスとマイナスを行き来していますね。このようにちょっとマイナスも見えるグラフを書いていただきましたが、まずはお子様時代中高バレーというふうに書いてますけど、はい、これはもう部活動でやられてた。中高バレーボールをやっていたんですけど、うん、すごくその時には精神的に鍛えられたなと思ってまして、うんうん、高校時代ですね、特にコーチが本当におっかないんですよ、はいはい、その時に本当なんで向き合うことと、とにかく自分でやるって決めたことをやりきるみたいなことを徹底的に叩き込まれてたなと思ってるので、仕事始めてからも、はい、あの時の大変さと比べたら全然仕事楽だなってアクセンチャーの時ですら、はい、正直思ってたぐらいなんで、そんぐらいの経験をやっぱ中高で特に高校でさせてもらったっていうのは、はい、私のその後の、うん、人生観においてはすごくいい影響があったんだなっていうのは、まあ、振り返って思う事件でしたね。そしてまた、20前後か慶応というので高くなってますけど、これは大学慶応に行かれてと、ね、そうですね、大学慶応の理工学部に行ったんですけど、うん、正直全然勉強してなくて、なるほど、2年で早速まあ麻雀とかやりすぎて留年してって感じだったんですけど大学で一番良かったのはやっぱいろんな仲間と出会ったことってことで、いま、うん、だに仲いい友人たちっていうのがいますし、うん、まあ、あとは慶応大学入ってて良かったのは卒業してから、うん、分かったんですけど、やっぱ社会に出ていろんな方と知り合う中で、慶応ってだけで慶応卒の方にはすごいよく知ってくれるみたいな、なるほど、そういった経験何度もしてますので、うん、そういった意味で、まあ、いいかけがえのない時間だったなと思いましたね。そしてこの後アクセンチュアということですけど、はい、新卒では外資系コンサルのアクセンチュアに入ったんですけど、これ入った理由としては、はい、まあ、理系で研究とかね、うん、やってましたけど、まあ研究ってのは合わなかったんですよ。なるほど、もうこれ一生やるの無理だなと思って、で学科の中110人ぐらいいたんですけど、学卒で就職した人って7人だけだったんですよね。他はもうみんな院に行って、で大学院出たら、まあ、大体研究系のメーカーとかに勤めるっていうのが、まあ、当たり前の学科だったんですけど、こんなの一生やるの無理だなって思ったんですけど、ただ社会のこと全然知らないので、はい、何の仕事についてか分かんなかったんですよ。でその時にじゃあやりたいことができた時にそこに行けるためにはどうすればいいかって考えたら、短期間で自分が成長できる環境であること、うん、そしていろんな業界が見れる、うん、そういうふうな仕事に就くべきなんじゃないかなと思いまして、うん、それがまさに外資系コンサルティング会社だったんですよね、うん、でまあ何社か見た中で一番水が合うっていうか、うん、空気合いそうだなっていうことでアクセンチュアに入ったっていうのが23年前のことですね。入ってみて生活はどうだったんですか？まあハードワークでして、うん、当時って今みたいな働き方改革ってなかったんで、本当に朝10時から
ら夜中2時3時まで働くのは当たり前みたいな感じで、で2時ぐらいまで働いてるとよしじゃあ飯行くぞってことで、でそれで焼肉を奢ってもらって、はい、それでよし明日も頑張ろうみたいな感じで、もう残業代も出ない中でそういうハードワークがずっと続くみたいな、それがねすごい楽しかったんですよ。なるほど。仕事自体が面白くて、何かやりたいことを見つけるために、うん、まあ、いろんな業界見れる会社としてアクセンチャー張りましたけど、うん、そのコンサルティングっていう仕事自体が目的化しちゃったんですね。手段だったはず。なるほど。それで、まあ、コンサルの仕事っていうのを面白いと思って、うん、もうもらう仕事もらう仕事っていうのをどんどんこなしながら、うん、次はこれやってみたいこれやってみたいのっていう繰り返し で、うん、で気づいたらもう5年ぐらい経っちゃってたので、うん、働いてる感覚じゃなかったですね。なるほど。だからもうゲームやってるのとね同じような感覚なんですね。逆にね今ああいうハードワークできない、うん、環境に今なってるので、逆にそれは私からするとかわいそうだなって思っちゃうんですよね。好きなだけハードワークできないんだと思って、うん、やっぱ選択できるべきですよね、うん、働くっていう選択とワークライフバランスを整えるっていうのは自分で選択してやるべきですけど、うん、全員が整えろっていう風にしちゃうっていうのは、うん、ちょっとこれはこれで多様な価値観を認めるという観点からだと、うん、もうちょっと変えた方がいいんじゃないかなとは思ったりはしますね。でも、まあ、まさにライフワークっていうものをまあ見つけて新卒で入ったところがもう本当にまあライフワークとライフワークがもうガチ一緒になったっていう状態だったわけですよね、はい、それがククッと30に行くとキャリアズタボロというのでこう初めてのまあマイナスに行きますけど、はい、これってのはどうしてこう落ちていってしまったんですか。ですね、アクセンチャー5年勤めたタイミングで、はい、大学時代の先輩とばったり会いまして、うん、はい、でその会社に数ヶ月後ちょっと手伝ってくれませんかって言われたんですよね、うんうん、ただ私はアクセンチャー辞めるつもりなかったので、うん、じゃあ手伝いだったらいいですよってことで、はい、でその会社にもデスクも用意してもらって、うん、アクセンチャーのプロジェクトの仕事はそっちのデスクでやりながらそっちの経費局の仕事も手伝うみたいな、そんな感じでやってたんですけど、うん、常駐型のプロジェクトに入ることになりまして、うん、でそれでまあそっちの仕事はできなくなるっていう感じになったんですけど、ただ当時2005年っていうのは例えば堀江さんが球団を買収するとか、はい、テレビ局を買収するとか、はい、まあ、例えば楽天さんとかサイバーエージェントさんとか、うん、そういう新興市場で上がってきた会社がキラッキラしてる、メディアでもめちゃめちゃ取り上げられてって感じだったんですね。でそれ見た時にやっぱその会社も新興市場に上場していたので、うん、まあ、すごいそのキラキラした業界いいなって思ったことと、うん、私留年してるので1年ちょっと遅れてしまってるんですね、うん、そうすると大学の同級生とかってやっぱ1年早く社会に出て、まあ、ちょうど5年ですけど、まあ、結構ねすごい活躍してる人たちが周りに出てきてたんですよ。なるほど。でそれこそね現役で弁護士になった人とかって、うん、やっぱ3年目4年目とかになってるとかなり活躍して、うん、例えば外資金融に新卒で入った人とかは20代で億とか稼ぎ始めて、うん、すごい置いてかれてる感を感じたんですよ。なるほど、うん、でそれでなんとか20代で年俸1000万欲しいとっていうことと、うん、もう一つあるのがアクセンチャーという会社は通常でいくと5年でマネージャーっていう職位に上がるんですね、うん、で私はIT のコンサルタントから戦略のコンサルタントに途中でチェンジしたんですよ、うん、でそのタイミングで実は年次を一つ落としたんですよ。なので私は6年間もう1年やらないとマネージャーに上がれない。なるほど。でも同期の人たちはマネージャーにその年に上がる、はい、これでまた置いてかれるって感じで戦略グループに移るっていうのは自分が選択したんですけど、うん、それでもそういうふうに置いてかれる感覚がちょっと耐え難い、嫌だなと思った時にその両方いろんなことが入り混じって、うん、その会社にそのまま転職してしまったっていう感じだったんですね、うん、何がズタボロなんだって話ですね。そうですね、はい、せっかく自分で選び取った道でしたもんね、それは、はいはい、それから半年後に、はい、ライブドアショックが来るんですよ、はい、でライブドアショックテレビで見てたら大変だなって、はいはいはい、ね、思ってたんですけど、その数日後に、はい、自分が勤めていた会社にも、はい、ガサ入れが来まして、はい、ライブドア事件に巻き込まれたんですよね。その会社自体も、まあ、ライブドアさんと取引がある会社だったんで、はい、捜査の対象になったってことで、上場会社として、まあ、かなり高額な値段で、うん、会社を買収買ってくれるってことで、うん、まあ、ライブドアさんに売ってたみたいなんですけど、うん、まあ、それが向こうが事件化するようなことになっていたってことで、うん、まあ、全てそれを説明したとしても、うん、まあ、次の日メディアに出る内容は、うん、会社も来るでしたみたいな感じが出てきてあれおかしいなみたいな説明した数なのに、世の中のメディアに出てる情報って結構いろんな見え方してるんだなっていうのもありましたし、メガバンクからは融資を引き上げるっていうような、うん、まあ、そういったことも言われて、本当に会社潰れるような状況になった時に結局別の上場会社から財政の割合と増を受けて、うん、まあ、実情子会社化するみたいな感じで、それで、まあ、生きながらえるってことになったんですよね、うん、なんですけど、まあ、そんな会社だったんで、うん、まあ、いつまでもいるわけにいかないじゃないですか。なのでちょっと転職活動をし始めたんですよ、うん、で、まあ、私結構喋れる方なんで、はい、
面接とか得意なんですね、うんはい、でトントン拍子でも社長面接まで行って、うん、もうぜひ岡本さん来てくださいと、うん、その場で握手までされたことがあるんですけど、うん、なので2日後ぐらいにエージェントから岡本さんダメでしたと、うん、えって感じなんだよ。そんなことが何回か続いて、はい、社長と会ってですもんね。そうで社長からもうぜひ来てくださいって言われてるのに、はい、おかしいなって思ってたんですけど、うん、したら、まあ、ある心ある転職エージェントが言ってくれたんですけど、はい、岡本さん、向こうも岡本さんのことを採用したいと、はい、なんですけど今の会社のそのポジションにいたら採用できないですよねって言われてしまって、なるほど。いや私の履歴書を見ると、はい、あの慶応の理工学部出ました、はい、でアクセンチャーで、はい、5年間で IT と戦略のコンサルタント、はい、でその後に、マザーズに上場している会社の経営企画室の部長、はい、まあ、この場所は知らないけど、うん、まあ、若くていいよね、はい、っていう感じで、まあ、通るじゃないですか、はい、でも最終面接終わってオファーレターを、はい、あの正式に出そうと思ったらさすがに今の会社調べるんですよ、はい、でネットで調べた瞬間にあの反市場反社会の、はい、まあ、日本一みたいなそういうふうな感じで出てくるような会社だったので、そこの経営企画室の責任者この人が絵描いてたのかみたいな、あ、まあ、そんなノリになっちゃうので、まあ、それでもう転職市場で全く価値がない、もしくはマイナスの人になっちゃったので、うん、それまでね二十数年間学歴社会のど真ん中で、はいはい、いかにサラリーマンとして出世するかみたいな、はいはい、そんなことばっか考えてたんですけど、うん、まあそれまで頑張ってきたことが全部無に返っちゃったんですよね、うん、だから そもそもねやりたい本当にやりたいことが見つかってない状態で、まあ、キャリアも全くゼロになってしまって、うん、え何やっていいんですかっていう状態が、まあ、28歳とか29歳だったんですよね、うん、なのでそれからどうしたもんだろうっていうのがこのキャリアつたぼろっていう状態で、ただその時にあの、はい、仕事もすごく暇だったんですよ。毎日定時上がりみたいな感じだったんで、はい、開き直ってもう自分探ししてみようって思って、はい、それでまあいろんな本読んだりもしましたし、あとは外の世界でいろんな人と会ったりするようになったんですね、うん、まあ、それでフリーランスの方だったりとかスタートアップの経営してる方々とかいろんな方にお会いしてるうちに自分の選択肢っていうのもやっぱ広がりましたし、それまではずっとサラリーマンっていう、はい、だったんですけど、まあ起業っていう選択肢が自分の中に生まれてきたことと、やっぱ日本っていうものをもう一回見てみたいなと思ったんですね、うん、当時海外も20カ国ぐらい行ってましたけど、はい、日本って全然知らなかったんですね、まあ、半分も行ってないですし、うん、理系だったんで日本史も勉強してないですし、うん、それでまあ47都道府県を全部回ったんですよね、はい、まあ、7回ぐらいの旅行で分けて行ったんですけど、うん、私神奈川出身なんで、うん、本当の田舎の方って行ったことなかったんですけど、田舎に行けば行くほどもう人も歴史も食も文化もむちゃくちゃいいんですよね、はい、なるほど、うん、こんなに日本っていいこといっぱいあるんだと思ったんですけど、はい、うん、ただ一方で経済的にはねすごい廃れてってるのが当時でもやっぱり目に見えて、県庁所在地があるようなところでも駅前はシャッター商店が当たり前ですし、ちょっと外れたところの、まあ、バイパス沿いとか行くとイオンモールがドーンってあってそこだけ妙に栄えてるみたいな、でその状態見た時に私違和感しか覚えなかったんですね。なんかもっと日本の良さを生かしながら経済発展していく方法ってないのかと、確かに資本主義で自由競争だったらこうなっちゃう、大資本が勝つのは分かるんですけど、日本このままでいいのかと思ってるうちに、ああ自分がやりたいことって日本を元気にすることなのかなみたいなことを思うようになったんですね、うん、でまあ、東北を旅してる時にねぶた祭り見に行ったんですよね、はい、ねぶた祭りってあの4日間とかで、最初コンテストで入賞した人たちが最終日に踊れるみたいな感じになってるんですけど、で最終日に行ったんで一つのチームについてずっと待ってたんですけど、そこの大将がすごい熱い人で、いやお前らこの1年間何のために頑張ってきたんだと、はい、党のためだよなみたいな、はい、言ってて、あっつーって思って、はい、でもやっぱ確かに東北ってね、エンターテインメントもそんなにないですし、うん、祭りで出会って恋愛して結婚するとかよくある話みたいな聞いてると、うん、確かにこれ一大イベントなんだなと思ったんですけど、いやすごい輝いてたんですよ。なるほど、うん、でもそれに比べて自分はね給与そこそこいいお金もらっておきながら、うん、9時5時とかもう定時上がりの生活して、はい、しかも何もやってねえの俺って思った時に、あなんか自分でやんなしちゃダメだからと思って翌日乳頭温泉で、うん、あのデール・カーネギーっていう方が言った道が開けるっていう古典的な自己啓発もありますけど、それを読みながら、うん、日本を元気にするために起業しようと、うん、日本を元気にするためには、まあ、起業するしかなかったんですよね、まあ、そもそも転職もできないですし、はい、それで、まあ、やろうと思って起業したのが2007年30歳の時、そこでちょっと上がるわけですね、はい、自分のやりたいことっていうのを気づけた、うん、ただそれと向き合ったのは、うん、結局そのどん底になって、うん、あの今のままだと生きていけないっていうのがもう明白だったので、うん、突きつけられたからこそ当時の自分はそうやって考えることができたんじゃないかなと思います。うん、でもね、こう起業でやりたい、まあ、ライフワークをまた見つけてどう
ーンとこう行こうという感じなのかなと思ったらプラスに行けないまま企業 B 番っていうことでちょっとなんか苦しそうな状態が続いてますけど、これ最初の企業はどういったことでどういうことが起きたんですか。まあその日本元気にっていうテーマで地方創生とかやるんだろうなと思って、はい、まあサラリーマンを辞めたんですけど、うん、その3ヶ月後に B 番ショックが来るんですよ、はい。そうするとあのご存知だと思うんですけど、はい、当時もう日本中から仕事という仕事がなくなったんですね、はい。なので、まあ、自分もだからコンサルタントとして地方で何かやってとか、うん、それで地域を元気にするっていうのをイメージしてたんですけど、うん、まあ、それどころじゃなかったんですよ、うん、まあ、とにかく食ってかなくちゃいけないみたいな状態で、はい、でもまあ、ね、仕事なんてもう全然なんもないので、うん、まあ、その時はもう必死にもういろんな方に仕事ない仕事ないっていうのを聞いてもらって、うん、もう何でもやりますっていう感じで、はい、とにかく食っていくことを最優先ということで、はい、それでまあ流れで都市部でフリーダンスとして活動してなんとか食いつなぎ始めたっていうのが2008年ぐらいなんですよね、うん、当時はもうとにかく食っていくこと、はい、それしかもう考えてなかったですし、本当にあの今今週中に仕事決まんなかったらもうキャッシュそこもつくみたいな、うん、そんな時も全然ありましたし、結構ギリギリでしたね。あ、そういうタイミングは誰かがまあじゃあこの仕事やんないよみたいにこう斡旋してくれてみたいな状態で食いつないでたみたいな感じで、ギリギリの時になんかそういったタスクメモを出してくれる人っていうのがやっぱ出てくるもんで、やっぱそういう人は未だに頭が上がんないですね。なるほど。だそういうような人たちからいろいろ仕事をもらっていく中で気づいたら結構仕事もらえるようになったんですよね。なるほど、なるほど。私あの独立するまで営業ってやったことなかったんですけど、意外といろいろと仕事もらえるなと思ったんですけど、当時一人会社の社長だったんで自分の体以外で動かせないんですよ。そうするともう限界があって、うん、で周り見てみると、うん、フリーランスの友達とか、うん、スタートアップの、ね、社長の友達でお金なくて仕事なくて資金調達もできず、うん、カツカツな人たちいっぱいいたんですよ、はいはい。でその人たちに自分に来た仕事を、うん、これやるって言ってパスするようになったんですね。そしたら今の我々のフリーランスの事業モデルが自然と出来上がってきてしまって、うん、で当時あの私月150万とかそのぐらいで仕事やってましたけど、うん、じゃあ友人にそれを渡しましょうという時に、うん、まあ、お客様が言われたのが、いやいやそれお岡本さんだから150万払うって言ったけど、うん、そんな会ったこともない見ず知らずのやつにそんな金額で仕事渡せるわけないでしょ、うん、その人大丈夫って言われてしまって、はい、ああじゃあ分かりましたと、うん、じゃあ業務委託契約でうちの会社と契約して、うん、我々がそのフリーランスの友達に業務委託で再発注しますと、うんうん、そしたらこのフリーランスの方がパフォーマンスを出せなかったり、うん、もしくは仕事を途中で投げ出していなくなっちゃったりしたら、はい、うん、契約上うちの会社、つまり私が責任取ることになりますよね、うん、それだったらいいですかっていうふうに言ったところ、あ、そこまで覚悟決めたらいいよってことで、うんうん、当時そのフリーランスの街の事業始まったのは、うん、仕事がなくてかつ社会的に信用力のないフリーランスの街スタートアップの社長、そういった方々に仕事を渡すためにはこのやり方しかなかったっていうことで、うん、まあ、ある意味友人たち のケツ持ちビジネスっていうか、うん、そういう感じで始まったっていうのが原型なんですね、うん、ただ仕事なくてお金ない人たちに仕事を渡したら、はい、めちゃくちゃ感謝してくれるんですよ。そうですよね、はあ、ありがとうありがとうって言ってくれて、はい、だからこんな感謝される仕事をしたことないぞって思って、うん、で当時、ね、コンサルタントとしてお客さんに対してサービスを提供して、うん、それでお客さんからまあありがとうって言われることはあったんですけど、うん、もうその熱量じゃないんですよ。でこんな喜ばれる仕事めっちゃいいやんと思って、うん、それでじゃあこれをちゃんと事業としてやってみようと思って、うん、2010年ぐらいですね、うん、そのフリーランスのマッチングっていうのをしっかりと事業としてやり始めてましたと、うん、ただやってるうちにあの面白いことに気づいたんですけど、フリーランス方のスキルチェック、これは厳しくやるんですよね、はい、うん、あのフリーランス友達とかスタートアップ社長って遊んでたり飲んだりはしてるんですけど、はい、仕事一緒にしたことないので、はい、実力私も分かんないですよ、うんうん、なのでそれはちゃんと見るねって言って厳しくなるんですけど、まあ、どうせだったらと思って、うん、なんで起業したんですかとか、はい、これからどういうことしていきたいのっていうのを聞くようになったんですね、うんうん、そしたらね、やりたいことの3大テーマっていうのがあるなっていうのを気づいて、はい、それ1つ目は大企業で経験したことを中小企業、ベンチャー企業に生かしたい、うん、中小ベンチャー支援、うん、で2つ目は地方創生、はい、3つ目が海外とのつながり、これはまあインバウンドみたいな形で旅行者や働く人を連れてきたい、うん、アウトバウンドだと例えば日本酒みたいなものを世界に広げていきたい、うん、この3つのテーマってどれをとってみても日本を元気にする仕事なんですよね、うん、で私と同じように日本を元気にしたいと思って起業する
志が高い人たちがこんなにいっぱいいるんだっていうのがめちゃくちゃ嬉しかったです。なるほど。でこのテーマってつまりはライフワークなんですね、うん、なんですけどそんな人たちが仕事なくて食っていけてないっていうこの現状にもすごい憤りを感じて、うん、なんでこんな持続もあって志高い人たちが頑張ろうとしてるのにこの人たちは何もできていないんだと、うん、この人たちが活躍できるような社会の仕組みを作ったらあれこれって日本元気なんじゃないと思ったんですね、うん、でそれまでは自分が直接どっか地域とか行って自分が何か行動して日本元気にするというイメージしてたんですけど、うん、そうではなくこの人たちこの志の高い人たち100人いたら100個のやり方でみんなが勝手に日本を元気にしてくれるんだと、うん、この人たちが挑戦できるようなフィールドがあれば、うん、なのでそういったことを考えているうちにこういったここで戦う人たちが活躍するための社会インフラ、うん、これを作ってしまえば私がやりたかった日本を元気にすることができるんだと、うん、そういうふうに気づいてそれで本格的なこのプラットフォームこれを広げていこうと、うん、まあ、そっち側に舵を切り始めたんですね。まあそれで本当にねフリーランス事業開始未来ワークス設立で、まあ、高い位置へ行きところがこう IPO 準備っていうのはむしろなんかねワード的にはなんかすごい上にありそうなものが随分下にありますけどこれっていうのはどういったせっかくねそんな事業が展開できたのに何があったんですか。もともと共同代表との間で、うん、私はこのフリーランスのマッチングの、うん事業で日本の働き方を変えてやると思ってたんですけど、はい、相方はインキュベーションがしたかったんですね事業を伸ばすっていうので、うん、なのでミライワークス立ち上げた時にはまさにやりたいことはお互いに合致してやってたんですけど、はい、まあ、3年ぐらい経つと、うん売上も10億超えてきて、はい、利益もしっかり出てっていうことで、うん結構いい形で伸びたんですよ、うん、でそうすると私はやったら10億超えて勝負できちゃう、はい、さらに行くぞってなったんですけど、うん、相方の方はこれはもうインキュベーションとしてはもう種ができて育ってきたので、はい、次の事業やりましょうよっていうので、うん、新事業やっていきましょうっていう感じになったんですね、はい、でまあゼロイチの立ち上げは私の方が得意そうだということで、うん、岡本さんは新規事業 で、うん、で今のフリーランスの事業は別の人に任せましょうということで、うん、それでまあ CEO を連れてきて、うん、やってもらってたんですけど結果としてその方が、その仕事を継続できないような状況になって、うん、私がまたフリーランスの事業に戻ったんですけど、うん、そうするともう彼にとってみるとやりたいことと違うっていうことにもなるので、はい、まあ、経営の方針が合わなくなっちゃったんですね、うん、まあ、なのでそこでどうしましょうかってことで、まあ、共同代表を分かれましょうかって話になったんですけど、うん、まあ、売上も、ね、利益も出てたので、はい、まあ、金額的にも会社の価値がすごい高くなってたので、うん、はい、会社を私の方で買い戻すこともできないし、うん、まあ、だとしたら全部身売りすんのかと、はい、まあ、実際に結構な値段で買ってくれそうな時期ではあったんですけど、うん、ただその時にふと思ったのは、いや20代の時にやりたいことが見つからず、うん、はい、かつね、キャリアもズタボロになった状態の中でもがいてもがいてきたんですけど、今の状態、やりたいことが見つかって、かつそれでマネタイズもできている、うん、で本当に日本の働き方変えれるかもしれない、そんな状態になってるのに、なんかこれにチャレンジしないのって、なんか男としてどうなんだろうみたいなことを思ってしまって、まあ、それで、じゃあやってみましょうかっていうふうに思ったんですけど、ただ、もともとミライランス立ち寄るときに、うん、IPO は目指さないことっていうのを条件に私、実は出してて、はい、それはさっき言ったサラリーマン時代に結構上場会社で大変な思いしてたんで、はい、もうプライベートカンパニーでやってた方がいいよねと、パブリックカンパニーのそんな大変なこと、はい、味は必要ないよねと思ってたんですけど、ただ当時気づかされたのは、例えば某大手の金融機関さんと仕事を始めようと思った時に、帝国データバンクのスコアが足りないので、口座開設できません、取引でもできませんって言われたことがあって、もっと自分たちが財務基盤強くならないと、結局日本中のフリーランスに機会を提供できないんだなっていうのが気づかされましたし、あといろんな会社が同じような我々と同じビジネスをやり始めたんですけど、うん、お客さんから仕事もらってそれを再発注する、うん、ある意味そのマージンを抜くっていうような、はい、そういうビジネスモデルってあるんですけど、うん、それをもうフリーランスとクライアントの宛に5社ぐらい間に挟まって、うん、で実際、ね、フリーランスの方もらってるのってもう半分ももらってないとか、そういうことをやる人たちが出てきてて、これ全然その、ね、フリーランスの方にとってもいい方向に向かってないじゃんって、はい、本当に我々が強くなってちゃんと市場を取って、うん、本当の意味でフリーランスの方々のために活躍したい、挑戦できるような、そういった形にしていかないと、なんか逆方向に行っちゃうなと思ってしまって、そのためには、実は IPO ってすごい一緒なんだなっていうふうに気づかされたんですけど、うん、どうするだったのと思って、結局でチャレンジすることになったんですけど、はい、ただ、IPO 目指しますってことで、会社の中でアナウンスしたところ、はい、でまあ、一気に事業も加速するし、はい、例えば稟議みたいな、今でも何にもやらなくてよかったのが、勤怠管理とかもするけど、はい、ちょっとガチガチし始めるんですね、はい、そしたら結構な勢いで社員が辞めてきまして、なるほど、で当時、上場準備を始めて、はい、その次の1年間とかって、
離職率が 60% ぐらいだったんです。 60% はすごいですよね、はい、ほぼ入れ替わるぐらいの感じだったですし、はい、実際上場を目指しますって言った時いた社員で、うん、上場するまで2年半でしたけど、その間最後まで残ってくれた方って8人ぐらいしかいなかったぐらいだったんですよね、はい、その中でも事業を伸ばさなくちゃいけないし、うん、上場準備もして人も採用してっていうのをずっとやんなくちゃいけないみたいな感じで、うん、だから本当ね、もう寝る時間がなさすぎな時期だったんですね。夜勤も私一人みたいな時期もあったので、うん、会社の中全部自分でやんなくちゃいけないですし、毎朝必ず8時にオフィスに行って、はい、就業時間9時半までの間に自分の作業を全部終わらせて、うん、それ以外もずっと社員 あのサポートとケアとかそういってやって、夜はもう会食して、はい、で深夜帰ってみたいな生活をずっと続けるみたいな感じだったんですけど、当時はもうね、あのオールインしようと思って決めていて、はい、とにかくこの IPO っていうことにこの数年間の間はもう集中して、うん、それ以外のことはもう全部捨てようと、これでいかなかったらあとねえぞっていう感じで追い込むしかないなっていうので、まあ、そこまでやったからこそ、2年半で上場することができたんですけど、うん、今言ったような、その実はガサ入れ食らいましたとか、はいはい、その手のキャリアの話って、はい、上場するまで周りの人に話してないんですよ、私。はい、だってこの人大丈夫ってなるじゃないですか、はいはい、なんですけど、まあ、上場審査の中で、はい、そういったことに関わりはないですよっていうのは、うん、ちゃんとご説明させていただいているので、うん、ある意味あのそういった、はい、ここ的な、ね、うん、場所がちゃんとこの人大丈夫ですっていうふうに認めてくれたっていうことで、うん、なのでそれがあって私も今はこの経験を 話せるようになりましたけど、うん、ただそのまでの10年間って自分の最もコアな原体験、うん、今の自分を作ってる体験を人に話せない、うん、本当の自分を話せないっていう、だから偽りの人生を生きてるみたいな、そういう感覚で、だからその10年って本当苦しかったなと思ったんですけど、今となっては晴れてそういったことは話せますし、まあ、その経験があったからこそ今があるっていうのもすごく分かるので、いい思い出になりましたけど、これから大変なことがあったとしても、これは5年後には絶対自分の成長につながってるはずだって思いちゃうんですよね。確かにね、ガサ入れ経験する人ってなかなかいないですからねそして、はい、IPO はうまくいったけど下がってちょうどですよ、上場してからしばらくの間、ちょっとね、事業が停滞してた時期っていうのがあったんですよ、うん、成長率もちょっと鈍化してみたいなので、うん、一段落したっていう感覚もあったのかもしれないですけど、うん、でただ上場2年後のタイミングで、うん、地方創生の事業に入ることなんですけど、はい、それまでっていうのは我々はフリーランスの方に、うん、あの月100万150万稼げるような仕事を提供してますと、うん、これってね、まあ、さっきお伝えした通りライスワークなんですよ、うん、で本当にやりたいことは中小ベンチャー支援、うん、地方創生、うん、海外とのつながり、これはあんまりお金稼げないんですけど、うん、フリーランスの高いお金はできる仕事を用意してるから、こっちのライフワークは自分でやってくださいねって、そんな感じの考えだったんですけど、2年経ってみて思ったのが、みんな全然ね、ライフワークに取り組めてないんですよ。あれ、これみんななんでできないんだろうなと思ったら、はい、例えば地方創生の仕事、はい、地域とどうやって接点持つんですかって言ったら、もうその手段がないんですよ。どうすればいいんだろうなみたいな人が多かったんですね、はい、つまりはこれはライフワーク領域のマッチングもしないと、プロ人材の方々が本当に行きたい人生を送れないんだなっていうことで、じゃあこのライフワーク系やろうよっていうことで、それで最初に地方創生で、まあ地方副業のスキルシフト、地方転職のグローカルミッションジョブっていう2つのプラットフォームを M&A しました。で次が中小ベンチャー支援、こっちの領域もやっていきましょうっていうこと でそのタイミングで三井住友のアクセラレータープログラムの運営自宅して、でそのプログラムの中で実際フリーランスの方々がハンズオンでスタートアップの支援をするっていう、まあ、こういうふうなマッチングができるようになったんですね。ちなみにこのライフワークの領域、地方副業であれば、本当月150万とかもらってる人が、地方の中小企業を月3万円とかで、だいたい10時間から15時間、あの支援するような形になってますし、例えばアクセラのメンターの方とかって、まあ、普段本当に月150万とか稼いでる方々が、でも半年間で10万円とか、それでプログラム手伝ってくださいって感じで、も皆さんやってくれるんですよね。まあ、もちろんライフワークだからこそっていうのもあるんですけど、彼にしてみると、やっぱ今までできなかったそのスタートアップの支援っていうのは、こうやって機会としてもらえて、でそれがきっかけとなって、他のスタートアップの支援とかもやっぱやる人もいますし、うん、地方とかであれば、まあ、あるところの会社の副業を手伝い始めて1年やって成果が出てるときに、社長の方がやっぱあの商工会議所とか周りに自慢するんですね、はい、そうするとうちもやりたいっていうので、うん、周りで気づいたらお客さんがどんどん増えてって感じでなったので、はい、なのでやっぱこのライフワークの支援っていうのをやり始めて、 ある意味我々の登録者の方々の本当輝いたあの目っていうのをよく見ることができるようになりましたし、やっとでこのライスワークとライフワーク両方に取り組む、ミライワークスに来れば、うん、ライスワークもライフワークも両方できますよっていう、そういう状態ができ始めてるので、本当の意味でのライフワークに取り組みたいっていうことであれば、何らかの形で我々は支援することができますので、ぜひね、ミライワークスをホームページに来て、どのサービスができるのかなっていうのは見
見てほしいなと思いますし、一人でも多くの方にやっぱライフワークに取り組んでほしいなっていうのが、まさにこの上がってる今の状態です。いやでも本当にね、こういったガサ入れとかリーマンとかたくさんの、ね、IPO 準備のそんな、ね、6割の人が辞めていくなんてね、そんな経験も、まあ、されてるからこそのライフワークをやらなきゃダメだって本当に思っているっていうのがもう実感ができるようなライフチャートでした。はい、はい、ありがとうございます。ここまで面白い話を本当にたくさん聞いてきたんですけど、そんなこう岡本さん自身が仕事をする上で一番大事にしていることっていうとどんなことになりますか？仕事をしてる感覚がもうなくなってきちゃって、まあ、いわゆるライフワークがもうすごく大きくなっていて、はい、もうだからライフワークよりもライフワークの割合を増やすっていうことが、まあやってるうちにもう仕事でもなくなるってことなんですかね。もうそうです、うん、仕事っていう感覚でやってないんですけど、はい、ただ仕事する上で大切にしていることは、はい、あの我々の会社の行動指針であるミライズムっていうものがあるんですけど、はい、これは自分自身も社員に対しても当然発揮してくださいって言ってるんですけど、うん、自分自身もそれを発揮すべきだと思ってまして、挑戦、主体性、チームワーク、変化、持続的な関係っていう、うん、こういったものからできてます、うん、で主体性とチームワークっていうこの2つに関しては、うん、今この瞬間目の前で、起きてることやってる仕事、うん、そこで成果を出すための、まあ、行動様式なんですね、うん、一方で他のものを見てみますと挑戦はうまくいくかどうかわからないんですけど、うん、それに取り組むことでその中で成長していくっていうような、うん、そういった考え方をしてますし、変化、うん、世の中がこれだけ変化してる中で自分が変わらなかったら、まあ、衰退してってのと同じなんですよね。だからこそ変わり続けなくちゃいけないですし、変わることに恐れてはいけない、うん、で持続的な関係、これは人と人とのご縁について、うん、言ってることなんですけど、なんか人と人とのご縁ってどの縁がいいご縁になるかって分かんないんですよね、はい、でそれ振り返ってみたら分かるんですよ、はいはい、ただ今じゃあこの瞬間誰かと出会っている時にこれが良縁になるかどうかなんて分からない、うん、でもいい縁を紡ぎ続けなくちゃいけない、うん、かつあの短期的に何かを求めたらその人間関係は良くなくなってしまって、うん、やっぱお互いにとって相手に価値を提供し続けるからこそ、まあ、ご縁がずっと続いていく、まあ、そんな考え方をしているので、つまりは挑戦、変化、持続的な関係というのはこれは将来自分が成果を出し続けるために必要な行動様式なんですね、うん、つまりこのミライズムというのはプロフェッショナルとして成果を出し続ける人、そんな人の行動様式というのはこういうことなんだろうなということで、なので私自身もあこれきついなと思ったことでも、はい、やっぱそれやんなくちゃいけないっていうので、そう会社としてもそうですけど個人としてもやっぱそういったことに取り組み続けてますね。いや本当にね、私も今日のご縁大事にこう主体性を持ちつつね、関係性もいろいろこうやりながらミライズムで頑張りたいなって本当に思えるようなお話ばっかりでした。本当に本日は貴重なお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。今回の学び、落ち込んでどん底にいるときこそゆっくり自分と向き合う時間を作れる。やり方は違っていても目的が同じ人が周りにたくさんいるかも。協力すれば大きなムーブメントに。世の中が大きく変わっている中で自分が変わることを恐れてはいけない。今の仕事がライフワークになっているのか改めて見つめ直してみると様々な発見があるかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々なビジネスパーソンの皆様から仕事に役立つような考え方を伺っています。動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方で応援してください。次の動画をぜひお楽しみに。